今日はジャンボ餃子を作っていくぞ。俺の先行、小麦粉を天よりの放殺し、激流層を発動、サイクロンを発動し、オバリスクの攻撃、ゴッドハンドクラッシャー。さらに2体のモンスターを生贄に、ソウルエナジーマックス、オバリスク、ゴッドハンドインパクト。やるな、カイバー。俺はバニラをサウザントナイフ、さらにネギをサウザントナイフ、ボアソルジャーを召喚し、すべてのモンスターを融合。さらに生姜を召喚し、光属性モンスター1体、闇属性モンスター2体を生贄に捧げ、カオスフィールドを作り出す。ジャイアントマミーをセットし、白のベールを装備させることで、このカードを発動するぜ、ムーンバリア。だがそれは読んでいたぞ。スクラップオイルゾーンを発動し、燃え盛る大地とのコンボ。ムーンバリアに対して激流層を発動。さらに悪夢の鉄折りでモンスターの攻撃を封じる。ならば魔法除去で悪夢の鉄折りを破壊。これによりムーンバリアは力を取り戻す。そして俺は永続魔法ムーンスクレイパーを発動。ムーンバリアを破壊することで肉汁を激流層。俺の勝ちだ。だが餃子を初めて食べた日本人は水戸黄門という説があるため、ラーは俺のしもべとなる。マリック、中国の餃子は水餃子が主流だぜ。俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。